ございます。カルパパです。今日はですね、地元の日光に来てます。この道はですね、中禅寺湖の周遊路、ちょうど東側にあたりますが、ここからですね、イタリア大使館を経由してですね、無地な窪を通って、汗形からぐっと上がって、汗形峠から社山に行くと、いうようなルートで行きたいと思います。ちょうどですね、出発して7、8分なんですけど、ここはイタリア大使館の記念公園ですね。かなり中禅寺湖畔でも有名なスポットです。こっからですね、湖畔に出て、湖畔の道からですね、無地な窪の方に向かっていきたいと思います。うわあ、いい天気だな、これ。素晴らしいね。ああ、今日ね、風がないからね。はい、南大山もど綺麗ですね。あっちがね、日光白根ですね。で、目的の山がね、あの山ですね、社山。ほら、白根の頭出てる、ほら。ここが最終ゲートですね。車は基本的にここまで来れるんですけど、許可者だけは来れるんですけど、ここから先はですね、関係者以外はアウトですね。ちょうどゲートから 100m ぐらいってことですね。ここはですね、こう上上がっていくと半月峠、こっちですね、千住ヶ浜方面ね、千住ヶ浜方面で汗形に向かってきます。素晴らしい。はい、7時5分、汗形の分岐に着きました。ちょうどコースタイムも若干早いぐらいですね。はい、じゃあここからですね、こっちですね、あそこ峠、コルになってるところですね、汗形峠、0.6 キロとありますけど、上り坂なんで20分から30分ぐらいですか、ね、じゃ行ってみましょう。登った。はい、7時26分はい、汗形峠着きました。イエーイ。はいはいはい、はい、
い。はい。はい。はい。じゃあ。こんにちは。じゃあ社山に向けて行きたいと思います。見た通りですね、こっち側は足尾ですね。でこの稜線を挟んで今度こっち側が日光ですね。ちょうどね、今から僕とカブママが社山に向かうこの稜線はですね、日光と足尾を隔てるですね稜線なもんで、この稜線を境にですね天候が大きく変わります。先日行った八ヶ岳とか、あとは谷川岳もそうですけど、稜線一つでこう全然変わってくるっていう、まあ、ところなんで、今日はね珍しく両側とも快晴で非常に気持ちのいい稜線歩きができそうですね。前も崩れてたね、ここ一昨年も。ああもうススキだな。はい、目の前が社山ですね。ついに割といいペースで来てますね。うん、一昨年もここで俺は10分ぐらい休憩してさ。こっち側行ってみ、めちゃくちゃ景色がすごいだろ。足上げも嫌だけど、はい、ここはね、ここは雨量計があるところなんですけど、まあ何せ眺めがいいんで、ここはシャザンですね。あそこ日光白根がもろ見えてますね。ずっと来て南泰山中禅寺湖、かすかに千条ヶ原の方が見えてます。あ、神津島も見えるね。この稜線ね、結構狭いんですけど、こう通ってぐーっと山頂まで行くという感じですね。じゃあ行きましょう。よしよし。うわ、ずるっと行きそう。よいしょ。いや写真撮んだよ。いやここすごいね。すごいっしょ。いやこれはすごい。紅葉もしてるね。ちょっとその紅葉を入れたいね。ほら
これはここに来た人にしか見られない風景だぞ、すごいだろ、ここ怖え。この辺の照明がすごい綺麗。おいいね、足尾川もいいね。あのね、これよりもいいとこあっから分かったすっごいとこあっから目の前が車山ですけど、あそこに歩いてる人見えますね。なので一回ね、こうぐーっと下って上り返し、ね。じゃあ行ってみまーす。あと山頂まで15分か20分ぐらいですね。山頂に近くなってくるにつれてですね、ずっと笹の中をなんか歩いてるような感じですね。でも結構ね、これ斜度があるから濡れてるとずるってくるとこなんだよね。一昨年はね、で何回も転びましたけどね。遠くね、僕がカヤックやる時の基地で、ちょっとあそこは金谷のボートハウスですね。こっちが勝負ヶ浜、キャンプ場見えますね。でその奥は千条ヶ原、南泰山ファミリーがバーッと見えます。ここまで来ると日光白根もだいぶはっきり見えてきます。よし、あとちょっと頑張ろう。さあ、頂上直下のですね、ゴロゴロに差し掛かってきました。もうここまで来ればもうすぐそこなんで、かけてもいけるぐらいですけど、カブママがニセピークだらけで、ちょっと
おかんむりの様子です。なんだよなんだよって言ってますね。ここですね。ああ来た。じゃあ、はい。ちょうど8時57分。はい、社山の頂上です。はい、三角点。着きました。じゃあ集合。ああ7827。はい、よし、じゃあ休憩しましょうか。じゃあちょっとね、休憩しまして9時25分ですね。風も出てきて、じゃあ帰りはね、まあ来たとこ帰るだけなんですけど、あの行きとはもちろん逆をたどるわけなんですが、行きはね、あの素晴らしい風景を振り返りながら進んできたということなんで、ということを、あの下りはね、今度素晴らしい風景を目の当たりにして下るということなんで、非常にあの社山の楽しみはですね、下山にあると、まあ、いうようなところなんですね。この山頂もね、もう僕もこれで4回目なんですけど、本当個人的にね、栃木県の山の中では本当に、まあ、3本の指に入るぐらい好きな山ですね。まあ、今日カムマムが初社山だということで、社山を満喫してますね。じゃあ気をつけて帰ります。社山満喫。荷物も軽くなったし、甘いの食べたし、勝手に名付けてますけど、ここはね、あのまあ夏もですね、冬の積雪時も登ったとこで、で同時にここ降りてるわけなんですが、もう毎回ねここはもう本当天空尾根だなと思いますね。この日光のね大自然をいっぺんにこう見られる
山っていうのもね、男体山の山頂から見るのとまたねこれ逆ですけど、まあ非常にこの天空尾根は歩いてて気持ちいいですね。まあ、とはいえね、まあ、下りなんで、撮影の方はですねこの終わりにしたいと思います。どうもどうも。